どうも。こんばんは。私の中で今日一日は2日間分ぐらいの2日分ぐらいありましたね。あれ？確か今日帰ってきて東京から朝帰ってきたんですけど、そこまでで1日で、それからずっと家で過ごしたけど、またその家に帰ってきてからが1日休みみたいな気持ちで、だからなんかあれ昨日と思って、多分結局休みの日は昼までずっと動いてないからで、昼から動くからその感覚と一緒になってる。新幹線4時間の中でずっと寝てたから、そこがもう寝床みたいになってるのかな。正解？クイズ？なんだろうな。いやもう新幹線の中で無事に私は過ごしてて、新幹線の中が一日だったのよ多分。で家に帰ってきてからがまた休みの日の一日だったのよ。得ですね。サイアン得ですね。名前ヤン、ヤンでもわかるよ。ヤンでもわかるけど、サーもあ、サー。さやかのさが一番結構自分の中で本名だから、さがあったらなんか魂的に反応する さって字が一番魂的にはなんか近い。あーサーヤン、サーヤンってこと。うーんでも分からん、違うメンバー一瞬あれさっきとなんかうちが違くない、あーサーヤンねっていう、あの理解はある。ちょっと時間かかるかもしれない。あれさっきさ、記憶なんていうの、写真記憶だから、写真記憶で。さは使い勝手良さそう、使い勝手良さそう、
何だ SDGs ですか。エコみたいな。もう使うならもういろんなメンバーに一緒に使うぜみたいな、この時代に合ってるみたいな。ついにうちはもう SDGs になったか。でも実際うちはって SDGs だよね。だってあの推しメンにアピールもできるし、なんか会話もできるし、実はうちわだから夏は涼しい。ライブの時にめちゃくちゃ暑くなっても、実際これあこれうちわじゃん、これであげばいいかって、ちょっと忘れがちな原点。ふん、忘れがち原点だよ。本来の姿はそちら。うん、そう、なんかそのツアーとかであのお見送られ会があるから、そこでうちわになんかメッセージ書いたらポーズとかしやすいなって思った。この前ハートしてと書いてある。うん、では出てくる漫画、え、高尾探偵、うん、書いてくる方女の子とかいる。そうだよ、うちわは本来は仰ぐものなんだけど、それで実はライブに来たらいろんな使い方ができるという。なんだっけ、なんか7周年ツアーのうちわが個人名にパワーアップみたいな言ってる。グッズで。そういえばそうなのかと思った。今までずっとメンバーの顔の裏って STU48 だったのかって思った。今まで違ったんか。今まで個人名じゃなかったんだね。てか、そこはちょっと着眼点なかったわ。顔だけだったんだ。自分の顔は一瞬でわかるよ、意外と。制服、衣装系だったらみんな一緒だから、まあ、微妙に遠すぎたら難しいけど、生写真系のあのなんかみんな人によってちょっとずつ違うやつはそれだけで絞れるし、結構覚えてる。自分でなんか髪型とかも決めれるし、私が着たやつだって意外と覚えてる。でも制服でもわかるから、その絶妙な感じで。今一気に喋りすぎた。この何分
何十分かで喋りすぎた。一日の2日間、今日の一日2日間あって2日間喋ってなかったから、急に喋ったからぐらい無音でいいよ。いやーどうだろうね。1時間無音は私はできるけど、見てる方がね。だって私がこうやってこの10分間もしずっと喋ってたじゃないですかね喋ってたじゃないですか。でも急にちょっとふーってなって1秒間ぐらい喋らなかった間ができた瞬間に、なんか無音配信とかっていうコメントが時々来るんですよ。無音配信え？で毎回なってる。この1秒間で、でも最近、めちゃくちゃ最近、なんか2日前とか3日前とかずっと喋ってて、息を切らさずにずっと喋ってたのに、でもしかしてなんか私じゃなくてファンの方、その方が無音で見とるんか、その説もある。無音配信無音配信、なんか喋って、そう、時々おる、いますよ。今日おるか分からん。そう、確かに私の声がちっちゃいからっていうのもあるかも。なんか本当に自分の声って本当にちっちゃいんだなって思うときある。ループした自分の声ちっちゃい。そう、なんでこんなにちっちゃいんだろうって思うんですけど、でも大きい声を出そうと思ったら出せるんですよ。かといって私、笑い声はめっちゃ大きいんですよ。笑い声は結構響いちゃうぐらい大きくて、
だから笑った時に、爆笑とかした時に、なんかサーヤンってこんなに大きい声出るんだねって言われて、確かにと思ったんです。確かに笑い声はなんか出るな。でもなんかロケとかインタビューとかの時はなぜか声が全然出ないんですよ。うん、まあ配信もだけど。何なんだろうね。ああ、緊張してる。確かに緊張はしてる。緊張して声が出なくなってるのかな。あ、人見知り発動、確かに。ああ、ちょっとそうなのかもしれない。そう、ライブは人格が変われるから大丈夫なの？人格変えないかんのかな？音が鳴ったら変われるんですよ。確かに配信はね、もう全然いいんだけど、全然いいんだけど、全然いいんだけど、なんか最近配信ね、ちょっとおかしいおかしいんだよね。よいしょ。どうですかね。によって変わりますね。綺麗になった。おお。ってことは良さげ。あ、良さげ。いや。動かなくなった。
ないか。コメント見えてますよ。画面がね、動かないんですよね。調整ができない。でも動かせなくても配信はできる。今日はいっぱい、全身写真を投稿しました。多分合計で10枚ぐらいは世の中に行き渡りましたね。気づいたらインスタの方でもなんか本当に一瞬ぐらいでなんか20個ぐらいコメントがあって、今までの本当2倍速3倍速ぐらいの速さでコメントが来ててびっくりしました。嬉しかったです。なんか助かってる方が
いました。全身写真のファンの方々、全身写真ファン、ハッシュタグつけてなかった。そういえば最近忘れがちの、最近忘れがち、よし。ハッシュタグは、いや、コメントに書いたら、ちょっと、なんだろうね。この、なんというか、本文に書きすぎるとなんだ、見栄え的に、見栄え的になんかちょっと見やすくしたくて、コメントに書いたらちょっと反映しにくくて、見に、隠れて、隠れながらも検索にはヒットするみたいな、そういう裏技を知ったの。
そうそうそう、それはね知らんかったんだけど、前々までは一緒じゃん、知ってからはそんな方法があるのかって。しかも久しぶりにヤンコレ投稿した。すっかり久しぶりになってしまいました。前までは毎日のように投稿しとった。久しぶりのヤンコレ、最近はなんかライブ系とライブの後とか衣装とかが結構あった。楽しみにしてましたか。やっぱヤンコレはなんかお出かけしないとストックがなくなってくる。貯めてる部分もあるけど、前々のやつを投稿すればできる。意外とさ、携帯変えたから前の方に残ってる分とか管理しにくいね。前の携帯の写真をまず自分の今の携帯にエアドロして編集してみたいなことしてる。それにしても今の携帯に変えてから前の携帯がめっちゃちっちゃくてびっくりした。私は今までこのちっちゃいのを使ってたんだなって思いました。慣れってすごいです。こうやって対応していくんだなって。ちょっと人間ってなんだろうね、なんかすごい頭いいっていうか、柔軟に対応できるっていうか、自分が思っているよりも優れているんですよね、人間の機能って。そんなことまでせんでいいのにっていうこともいつの間にか勝手にしてくれてる。人間の凄さ、慣れもすごいけど、うん、そう。なんか例えばめちゃくちゃ今日は乾燥する日ですみたいな。で、私結構湿気が敵なんですよ。雨の日とか髪の毛がうまくいかなかったりとかするんですけど、乾燥してる日は結構調子よくて、でもなんか一日過ごしてたら意外とそんな乾燥感じなくて、逆にちょっと湿気あるんじゃないか説みたいなぐらい。なんでだろうなと思ったら、逆に乾燥してると人間の
なんか機能、なんだ、人間的に潤わせなきゃってなって潤おうとするらしい。そうなんですよ、よく分からんけど潤おうで頑張ってくれるらしい。だからちょっと化粧崩れ化粧崩れしてくるんですよなんかだから私的にはそこまでなんかうんせんでいいのにみたいな時があるそうちょっと人間の優秀さ、優秀さがね、はい、でも確かに怪我してちょっと切り傷とか、ちょっと切り傷しましたって時とか。いつの間にか皮膚がくっついてる時あるよね。それとかもすごいなと思う。そう、自然治癒、一体どうなってるんだって思うよね。あれは肌同士がくっついたぞ。あれ結局さ、切った瞬間いてって思ってなんか気づいたらこう水とかで洗いに行ってうーみたいになるけど、実際切った時はいてって思ったけどなんか忘れてて、で最終的にあそういえばと思って見たらもうくっついてるみたいな時ありますよね。だからなんか最近なんだろう、切り口血で固まった方が一番早いんじゃないって思ってる私。でも洗ったら、ん？洗った方がいいって言うよね。血ってすごい。あとね、切ったって思ったらその瞬間にめっちゃこう切ってないかのように戻すんです。そしたらくっつくんよ知ってる？そう、切った瞬間にこう自分でくっつける傷を。え、そしたらねくっつくんですよ。いや、ほんとほんとほんとよ、そんなことあるのかと。おとなしくしといた方がいいよ。くっつかせてずっと。一回私料理中になんか切ったんですよ、手をピッて。だけど嫌だと思ってその瞬間その切ったところをくっつかせたんです。そしたらあれ？くっついて
やったーってなった。よかった。え、ほんとほんと。だけん、お風呂も全然大丈夫だった。ほんとよ。覚えてる。いやー、すごいなー。もし試してみて一回でも、そんなずっとこんなグッズ化せっとくほど時間があるかわかんないけどね。その時できる限りね、グッズ化せて。でも気をつけてね。一番は気をつけてください。人間ってすごいなって話でした。そうそう、不思議だな。すごいな。優秀なんだ。実は優秀なんだ。とっさに、そうだよ、とっさにして。ありがたいよね。なんか自分だけど自分じゃないよね。全然自分のこと理解してないかもしれん。だって自分だけどさ、そういう教科書とか見ないとさ、自分の体のことを説明してくれるさ、そういう天の声みたいな説明書みたいなのもないもんね。生まれてきた瞬間に、あなたにはこういう能力がありますみたいな説明ないもんね。ゲームとかみたいに、いつの間にか生きててって勉強したらわかるけど、説明されてないじゃん。そう、だからいつの間にかこうやって怪我が治ってたり助かってたりするからね。だから自分だけど自分じゃないみたいな時ありますよね。だからでも自分でもどうにかできる
ご飯を栄養があるものを食べるか食べないかでも、それは自分にかかってる。でもどうにかするのは自分の体。から時々なんかファンの方からもなんか大事にしてねみたいな、自分の体は大事にしてねみたいな、そっか私にかかってるんだって思う。大事にしてあげてって。そうなんだけん、そういう時自分だけど自分じゃないみたいな感覚になるよね。カレン、私はカレンなの。可愛らしい様、愛らしい様、少女や小さい花などに関して使う。そういうことか。そういうことか。そうなんだ。少女。可憐で美しい。そんな表現もあるんだね。可憐で美しい。なるほどね。可憐。そうだ、チリパ聞いたんですよ。この前の香川に行く時の移動中に聞きました。
面白かったです。笑いをこらえるのに必死でした。その中でサカリンが私のことを、サーヤンはサーヤンなんですって言ってて、わかりますか皆さんは。サーヤンはサーヤンっていう、なんだろう、生き物らしい。ね、分からん、私は分からん私は分からんけど、そう、人間なんだけどサーヤンはサーヤンなんですって。え、唯一無二。アジン。そうなんかな。宇宙人はみんな宇宙人だよ。みんな、なるほど。でもそれ言ったら、それ、でもみんなも一人一人さやかりんさんは、そうだね、感性が似てますね。感性が似てて、会話してても本当にすごく話しやすいというか、でもそう、私から見てもやっぱり独特、ツボな人、でもなんかそう、説明しなくてもこう通じてるとことかもあるから、そういうとこがなんかいいなって。好きなものが一緒なのが多い。無音、寝るときに無音と真っ暗じゃないと寝れない
とこ、最近発見した共通のとこね。とあとオートロックがあっても鍵とチェーンをかけるっていう、そこも一緒だった。びっくりした。そこも一緒とは。私はでもそうだ、ね、2時半、もう寝る準備が終わって、その時2時とか2時半だったんですけど、さやかりんが真っ暗にしないと寝れないって聞かれて、私は分かんないなんか気使わせてしまうかなって思って、もしかしたらそのさやかりんが何かするために明るくしてても、もしかしたら寝れるかもしれないじゃん。だから普段は無音の真っ暗にしないと寝れないけど分かんないって言ったんです。うん、そしたら、あ、で私がさやかりんはって聞いたら、私は真っ暗じゃないと寝れないって言って、え、一緒って言って一緒って言って、いつ真っ暗にするって聞かれて、私がいつでもいいよって言ったら、その時2時半ぐらいだったんだけど、じゃあ4時って言って、だから、え、4時何する、なんか笑い合ったのがなんかツボが合うんだなと思った。そこでこの面白さわかる そういうとこがいいなと思った。でもちゃんとその後寝たよ、真っ暗にして。そうで、私はずっともう布団の中にいたから、あとはさやかりん次第っていうの感じだったんよ。で、そしたらさやかりんが電気消してくれて、よし寝よう、寝るモードみたいに入ったんですけど、一瞬さやかりんが動き出して、あのクーラー空調の音が多分気になって無音じゃないと寝れないから、それを切ったんよ、さやかりんは。で、私は何か切ったんだなと思って、目つぶりながら思ってて、そしたらその後何も記憶ないんですよ。
だから次の日は何も、私あの後何も覚えてないって、そしたらさやかにも、私も何か空調がうるさいなと思って切った後何も覚えてないちょっとシーツが気になってシーツを直した後の記憶がないって言ってて、でそれまで普通に会話しとった、お互い会話しとったのに、その後何も覚えてないねって、快眠でした同じタイミングでした。面白い。よく眠れましたよ。長い話を聞いてくれてありがとう。もうそんな感じで、なんか時折本当に合うんだなって時ある。ふふ、私話終わりですよえ、まだまた会ったら言いますね、そういう波長の話を。そうだね、ツリパまた一緒に出たいな。よろしく。でもそう、時々思う、あ、そっか、お互いさやかって名前なんだねって。すごくない？あんまないよね。同じ木で、同じグループで、同じ名前って。なんかすごいね。一瞬、あれ？ってなる？この前一瞬さやかりのことをさやかちゃんってなんか言ったんだよね。さやかなんだっけ、さやかってなんか家族になんて呼ばれてるっていう話になって、さやかって呼ばれてるって聞いた時に、あれ、さやかさやか
おー、あっとるよね。あっとるよね。一瞬ね、一瞬びっくりした。一瞬、ゲシュタルト崩壊したんですよ。最後、最後、あれ？おー。さあちゃんではなかった。そうなんよ。そこは違いました。さあちゃんです。って言われてたか、言っていいんかな。なんかプライベートな 答えかもしれないよね。多分小学校1年生の時までは自分のことをさやかって呼んでた。確かね。さやか、私です。私の話です。いまいちだから、そう、もう小1で終わったから、自分のことをちょっとさやか、本当にさやかなんだなーって。私ってさやかなんだね。って思う時はあるよね。改めて。私がさやかか。なぜか、なぜかなくなった。多分お兄やんに言われたんだろうね。 冷やかされたんだろうな。この前、リオツン、岡村リオちゃんが、リハーサルの時に、リオちゃんは自分のことをリオって呼んでるの。で、ダンスの先生が、立ち位置の確認、してて、あれ、ここ誰だっけみたいな言った時に、リオツンが「あ、そこリオです、あ、岡村です」っ
って言い直してて。それが可愛かった。可愛いよね。リオで、リオです。あ、若村です。言い直し。ちょっと癒され空間だったその瞬間。わははは、みたいな。私がさやかです、あ、高尾ですっていう、全然違うな。それで違うねってなる。私が言ったらえってなりそう。どうしたってなる。うん、そうそうそう。どうした？反応の違いが。反応の違いが想像しちゃった。普段から言っとったら、言っとってもなんか違うな。今日はいっぱい喋ったぞ。今日はいっぱい喋ってるぞ。おしゃべり。おしゃべり相手。今日はもうお風呂も入ったから寝るだけ。うるせえ。うるせえよん。うるせえよ。あれ、通信良くなりましたね。なんだか。誕生日？ネッシーさん。おめでとう。うわ、今私の声響いたかも。大丈夫？おめでとう。うん。み
の周波数に届いたかもしれない。届きましたね。なんと私も大丈夫。よっちゃん、おめでとう。チェキ会楽しみ。チェキ会来週だ。そうだそうだ。そう。お茶取ってこようかな。ちょっと私お茶持ってきますわ。ちょっとすみません、休憩しててください。ちょっと一旦更新する。画面もちょっと私もうそういうものか。
ノースリープ、ノースリーピー、ノットスリーピー、ノットスリーピー、カラオケしよっかな。カラオケルーム、通信悪くなったらごめんね。歌おうかな。いちご、本当だ。アボカド。いちご、1曲目は
シアターの女神。生きてますか、おもろい。生きてます。高そう。いちごバナナアーボー、メロンキウイオレンジ、キウイピーチアボカド、
目と目がピンときたのよ、恋が始まるって。今までとはどこか違うよ、胸がキュンキュンするの。だけど私なんかダメ、可愛くないし、周りの女の子に負けてる、悔しいよ。ああいちごバナナアーポン、甘い香りがする、メロンチェリーオレンジ、ちょっとキスしたくなる、そこに紛れてる。私はアボカド、アボカドじゃねえし、アボカドだし、いちごバナナアーポン、メロンチェリーオレンジ。友達までで満足するなら何も問題はない。私それ以上近づきたいよ、もっと仲良くなりたい。どんな冷たい仕打ち、仲間外れに絶対あなたを諦めないよ。恋心、ああいちごバナナアーポン、見た目可愛いよね、メロンチェリーオレンジ、ちょっと付き合いたくなる、そこに紛れてる。私はアボカド、アボカドじゃねえし、アボカドだし、いちごバナナアーポン、メロンチェリーオレンジ。いちごバナナアーポン、甘い香りがする、メロンチェリーオレンジ、ちょっとキスしたくなる、そこに紛れてる。私はアボカド、アボカドじゃねえし、アボカドだし、いちごバナナアーポン、見た目かわいいよね、メロンチェリーオレンジ、ちょっと付き合いたくなる、そこに紛れてる。私はアボカド、アボカドじゃねえし、アボカドだし、いちごバナナアーポン、メロンチェリーオレンジ、いちごバナナアーポン、キウイピーチアボカド。そう、フルーツの歌、アボカドの歌、子供の頃から兄弟のような
聞かずにどこをした。周りの友達が結婚し始めて幸せで近くにあると今になって思ったよ。好きと言えたら楽だのに意地を張っていた。ずっと固くなに手も触れずに恋の対象にならない。幼なじみだったけど少しずつ何かが変わった。胸がドキドキしなくてもふと頬をとするような。恋愛もあるって気づいたよ。時理由は聞かずに関係ない話して笑わせた。突然あなたが商店街いつもの店へショートケーキを買ってきた。私にだけいっぱいいちごをくれたね。幸せでこんな風にだよね。今すぐに好きと言いたいけどそう向いたままきっとあなたは何か言ったなんてもう一度言わせるつもり。私勇気出したのに意地悪。何も変わってない。聞こえていなくてもいい。超えていたって一番大切な I love you。 私たちのケーキにイチゴはいくつ数えながら分け合って一緒に暮らそうよ。もしあなたが落ち込んでいる時は私のイチゴもあげる。涙も分け合おう。好きと言えたら楽なのに何をためらってたのだろうこの恋。好きと言えたら楽なのに意地を張っていた。ずっと固くなに手も触れずに恋の対象にならない。幼なじみだったけど少しずつ何かが変わった。胸がドキドキしなくてもふと頬をとするような。恋愛もあるって いちごの曲ないか。夜明けの孤独歌おうかな。夜明けに家を出て過去なんか捨てたけど
自分のその足音が追いかけてくるんだ。誰にも気づかれず、どこかに消えてしまいたいよ。影もできない、まだ薄暗い街。誰かの優しさがなんだか重荷に思えてきた。わざと無視して生きられない。命とは何なのでしょうか。誰のためにある。近い道どうすればいいか。答え探しながら、歩いてく。生きるとは孤独になること。やっほー。いい曲ね。
遠慮ですわん。平手さんの、そう、あれも歌える、角を曲がる、あんまり調子よ、調子は良くない、今日は調子良くない。みんながおかしいんじゃないのか、自分は普通だと思ってた。でも何が普通なのか、その根拠なんかあるわけもなくて、もう誰もいないだろうと思った真夜中、こんな路地ですれ違う人がなぜいるの。独り占めしてたはずの不眠症が、私だけのままじゃなくて落胆した。らしさって一体何、あなたらしく生きればいいなんて、人生が分かったかのように、上から何を教えてくれるの。周りの人に決めつけられた思い通りのイメージになりたくない。そんなこと考えてたら眠れなくなった。だからまたそこの角を曲がる。明るすぎて、明日が晴れようと雨だろうと変わらない、今日がやってくるだけ。本当の自分はそうじゃない子なんだと否定したところで、みんな他人のことに興味ないし、え、なんで泣いてんだろう。だって近くにいたって誰もちゃんと見てはくれず、まるで何かの景色みたいに映っているんだろうな。フォーカスの合ってない被写体が、泣いていようと睨みつけようとどうだっていいんだ。分かってもらおうとするとき注釈する、与えられた場所で求められる私でいれば嫌われないんだよね。問題を起こさなければ幸せをくれるんでしょ。らしさって一体何、あなたらしく微笑んでなんて微笑みたくない。そんな時も自分をどうやれば殺せるだろう。みんなが期待するような人に絶対になれなくてごめんなさい。ここにいるのに気づいてもらえないから、一人きりで角を曲がる。桜坂さん、桜坂さんは無念、歌えるかな。
風に思われてた。過信をしていた生き方がいけなかった。だって全身全霊頑張ったのに、自分だけの思い込みが吹き出す。その汗も乱れた息遣いも脈打つ鼓動も何も関係ないのさ。その場所に行かなくちゃ気づかれない。熱い情熱どこまで駆け上れば青い意味が見えてくるのか。どこまで駆け上れば夢に近づけるんだ。どこまで駆け上れば僕は鳥になれるんだろう。認められる日が来るまで走り続けろ。どんな努力してみたってちゃんと結果が出ていなくちゃ意味がないんだ。そんな誰にもわかる大前提を忘れていたというのか。流したその涙滲んだ赤い血も胸の痛みも何も語らないよ。誰からも無視されて終わりさ。価値のないものいつまで競い合えば地平線にたどり着くのか。いつまで競い合えばそれが現実なの。いつまで競い合えば君を友と呼べるんだろう。思うようにはならなくて悔しかったよ。無念まさか惨敗するなんて思ってもいなかったよ。だって僕は僕のベスト出し切ったつもりさ。そんなこと言ったって何も評価されないんだ。結局自分の力が足りない。そういうことどこまで駆け上れば青い海が見えてくるのか。どこまで駆け上れば夢に近づけるんだ。どこまで駆け上れば僕は鳥になれるんだ。認められる日が来るまで走り続けろ。だよね。
と。ポジションセット経験とか知識なんか荷物なだけ風はいつも通り過ぎて後に何も残さないよ新しい道を探せ人の地図を広げるな伏せた目を上げた時にゼロになるんだ僕らは夢見てるか未来を信じているか怖いもの知らず身のほど知らず無抵抗なまま今僕らは夢見てるか子供のようにはさらに支配された鎖は引きちりどうもチェンチェンチェンジヨーマイチェンジヨーマイ何も知らなくていいのにな失敗して恥をかいて傷ついたことトラウマになってあんな思い二度と嫌だと賢くなった大人たちよチャレンジや馬鹿げたこと薄く回避するように愚かな計算して何を守るの僕らは生きているか明日も生きていたいか分かったふりして知ったかぶりで夢も久しぶりそう僕らは生きているか命無駄にしてないか脈を打つことを今感じろStand up together 寝た日思い出せ誰もがビギナー Stand up right on it初めから簡単にうまくはいかねえ Stand up together 最初に戻ればいいもう一度できない Stand up right on it 開き直って開き直ってどうにかなりそう累ページは破り捨てろさあ始めようぜ We can be living for all the time 僕らは夢見てるか未来を信じているか声もの知らず身のほど知らず無抵抗なまま今僕らは夢見てるか子供のように重なり支配された鎖は引きちぎった何もできないちゃんとできないそれがどうした僕らは若いんだ何もできないすぐにできないだから僕らに可能性があるんだ雨は止んだ風は止んだ見たこともない光が差すよ今の時だ生まれ変わったビギナーかっこいいビギナーかっこいいやばいね私は全然かっこよチェ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 かっこいいなかっこいい曲何かあるっけうざ？うざって確かにちょっとどんな感じだったっけちょっと忘れたかもどんな曲だったか
ザ。なんということだ。
ネムハもルーマやネムハもルーマ。
やったさっきなんか 20% になったけどあと1曲いけるかな。今日本当に全く声がちょっと声全然出ないんだけど こんな日もあるの。こんな日もあるか。びっくりよ。ある。こんな日もある。じゃあ学校曲あんま歌ったことないやつ。モニカあるっけ。あれ止まった。止まったよ。こんな調子が出ない。びっくりだ。びっくりだ。悔しい。充電しよう。残念少女。ドゥ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 。悔しい。ルモルモルモ。嘘だと言い。ほっといてよ。どうだっていいじゃない。ほっといてよ。どうだっていいじゃない。私だけだよ。
うざ、うざやばかったな。うざが一番やばかった。最後にキスをしようだよね。いくつより先にだよね。めっちゃコーラスに引っ張られた。壺に入りそうで危なかった。ね、チョップチョップ。ふふふ。確かに。ね、うざいよもあったね。うざうざからの最後うざいよーって。ありましたな。シンプルにシンプルに言ってる、シンプルに言ってました。びっくりしました。楽しかった。そう、カラオケ屋さん行きたいんだよね。シンプルに、本当にシンプルにね、カラオケ屋さんに行きたい。一人で。でもその時は配信もするよ。人からする。カラオケ屋さん行きたいですね。リクエスト、うん、だよだよん。50曲歌った。うん、歌いましたね。でも全然その後も全然歌えた。寝るぞ寝るぞ。
たくなってきた。いいね。部屋、この家でカラオケ配信のいいところは、眠たくなったらすぐ寝れるところ。そうなん。あははははあはははは。はそうだそうだ。ツアー終わったらだね。ツアー終わったらしますわよ。いいね、いいね。あさって金土日はね、ツアーがありますね。バタバタでございますが、金土で配信ある。そうです、ココアさんの壮行会があります。ピン、ココア先輩、
同じ写真部だった。ここは先輩、懐かしい、懐かしいの。わあ。何年経ったかな。2年。3年。2年前。3年前。そんな買ってこん。タッチーさん、台湾のコウさん、ネッシーさん、シンジさん、瀬戸香さん、キチネさん、F 渋谷さん、ミッドナイトシガーさん、二学期は学級委員さん、マサタロウさん、カツオさん、サトケンさん、ナオさん、リョウヘイさん、マイセンタン、メガバイトちゃん、マサさん、ラティアさん、ユイチロウさん、ツリケンさん、フジポンさん、キムコさん、ユウキさん、セイヤンさん、ロックオンさん、ホタテサマーさん、イヌちゃん、トットリタロウさん、マッペイさん、オーサムさん、ミッチーさん、猫のおかずさん、ラクラクさん、コッペさん、ありがとう。これくらいおさらいしか。おお、いい誕生日。楽しかった。今日、私今日めちゃくちゃ喋ったね。あ、お話し会申し込んでくれた方、メールを確認よろしく。お忘れなく。おやすみ。この後普通にドラマ見ちゃいそう。ドラマ見ちゃうかも。寝た方がいいよね。テレビをつけないようにするね。明日は結構早起きです。
テレビつけてしまいそう。つけてはダメだよね。ダメだよね。まあだよね。そうだよ。わあ。わあ。じゃあ早く立ち上がるわ。え？立ち上がるかい？いや、寝よう。寝ようね。え？え？本当に？うん。ダメだよ。ダメ。バイバイ。うん、リモコンは隠そう。